私の名前は佐伯誠。江戸時代から続く稲荷神社の15代目で高校2年生です。この佐伯神社で宮司のお父さんと狐の紳士銀太郎と一緒に暮らしています。紳士の姿は普通の人には見えないけど、私には見えるんです。え？紳士がどんな存在かって？それはこの作品を見ればわかりますよ、きっと。テレビアニメ銀狐、2013年10月にお会いしましょう。